楽天ゴールデンイーグルス対読売ジャイアンツのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはイーグルスの先発、小宮山さん、まずは先制点をどちらのチームが取っていくのかというところ注目ですよね。そうですね、本当に先制するかしないか大違いですからね。先制点が欲しい両チームの攻防です。さあ2球目は何か、インコース詰まりました。バッターは2番に入っている神里メルセデス、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上メルセデス、そしてキャッチャーは小林。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。ボールになります。ボール先行です。インサイド落ちました。強い打球、打ちました。打席には3番バッター坂本。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。次が2球目、2球目も決まります。見逃し三振、3アウトチェンジ。さあこれからジャイアンツが守備につきます。そして亀井が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。さあ初球は何か、打ちました。いい当たりだ、伸びていく、どうだ、入れば先制、先制ホームランです。イーグルス、いや完璧。インサイド落ちました。バッターボックスには3番坂本。ワンアウトランナーありません。初球ヒー、高い打球右中間へ。バッターボックス丸、ツーアウトになっています。初球空振りです。2球目は何で来るか。ここも空振り。改めてお聞きしますが、この丸どういうバッティングスタイルなのでしょうか。バットに当たりません。三振、スリーアウトチェンジ。ついに最終回を迎えました。追いかけるジャイアンツの攻撃、バッターは4番吉田。イーグルス1点リード。イーグルスピッチャーが変わります。4番初球は際どいところに来ました。ストライクです。外れてますか。膝元変化球がわずかに外れています。低めの変化球は決まりません。素晴らしいコントロールですね。インローのストレート、力のあるボールです。2ボール2ストライク追い込んでいます。インコース詰まりました。打順は5番太田。ワンアウトランナーありません。最初は変化球できました。変化球が低めに外れます。ボール先行です。インサイド弾き返した打球は左中間へ。バッターは DH 丸、ツーアウトになっています。初球打ち、内野フライ掴んでアウト。これで3アウト、試合終了。最後はピシャリと3人で締めました。